皆さん、はじめまして。京都大学の大学院で心理学の研究をしています、林武親と言います。普段は、ある人はなんで他の人に比べて宗教に傾倒するのかとか、宗教離れはなぜ加速するのかといった疑問に対して、心理学的な研究手法を用いてそのメカニズムを検討しています。私たちの生活には、実は気づかないうちに宗教や信仰が深く根付いています。特に日本では多くの人が自分は無宗教だと言いますが、お正月に初詣に行ったり、家の仏壇に手を合わせたり、何気なく神様お願いと言ったりする場面を皆さんも経験したことがあるのではないでしょうか。これってまさに宗教や信仰が私たちの文化に、そして日常生活にどれだけ溶け込んでいるかを示していると言えると思います。私の研究では、こうした曖昧かつ複雑な宗教観に焦点を当てながら、宗教心理学という分野において、日本がフロンティアになる可能性を探りたいと思っています。また、宗教観の個人差や社会的なトレンドの変遷を考えることは、個人や社会の価値観の違いを生み出す要因を特定したり、価値観の違いを乗り越えて他者とどのように共同するかといった現代社会の問題に対して深い洞察を与えうると考えています。この研究を通じて、皆様と一緒に新しい視点を広げ、これからの多様な価値観を持つ社会での生き方を共に探求していければと考えております。未来を切り開くための第一歩に、ぜひご支援を賜れればと思います。どうぞよろしくお願いします。